マルサンホビー動画チャンネルです。8月24日、入荷の、新製品、再入荷品のご案内になります。本日はですね、このプラモデルの、ことぶき屋の新製品の、美少女フィギュアはじめ、長谷川、青島、藤見などの、スケールモデルの新製品再入荷品、さらには、ミニカー、鉄道模型、キャラクターなどの新製品も入荷しておりますので、ぜひご覧ください。こちらがですね、ことぶき屋の新製品になります。武装新規シリーズになります。電子型アンバルの、トランシェ2になります。こちらのモデルは価格が、税込み、14,450円になります。こちらのモデルはですね、武装新規シリーズをまたさらにことぶき屋さんの方がですね、新しくこうシリーズとして今展開しています。でこちらの方がですね、こうメーカーで組み立てたものになりますけども、この武装モードというタイプと、あとこの素体モードっていうのができるようになっています。そしてこの胸のところのパーツの CSC っていうのもこの、はめ込むようにこうちゃんとできてまして、さらに色を塗らなくてもこうマルチカラープラスチックでここまでの、カラー再現度になっています。さらにはプリント済みフェイスパーツが3つついてますから、この中からこう選んで取り付けることもでき、さらには水転写シールも入っています。で中に入っている、部品がこちらになります。結構こうたくさんあるんですけども、こういったこう装備品のこう、ね、部品のところの白い、ランナーが2枚入ってまして、でこの辺が多分こう武装のでっかいこうライフルの部品や、あとこう各部ジョイントなどの部品が入ってます。さらにはこちらの方には多分こう本体の方の手とか足とかのこう白い部品になると思うんですけれども、こういったものや、あとここにもなんかこう、こう装着しているこう武装関係の部品が入っています。あとこちらにはちょっとガンメタル調のこのメカしいちょっと部品やジョイント部品が入ってまして、でこれが多分プロペラントタンクの部分のオレンジ部品と、あと専用のこのスタンドが入っています。さらにはこちらには髪の毛のこの部品が入ってまして、これでちょっと種類の違うものが何点か入っています。でこの辺にはこのビームサーベル的なこのエフェクト部品とか、あとクリア部品、あとこの辺には黒いこの部品が入っています。さらにこちらの方には装備品のこう白い部品で、この辺が多分この頭のこのヘルメット関係の部品とかそういったのが入ってまして、でこの辺にもちょっとこう黒っぽいこうパーツが入ってます。これは同じランナーが2枚入っています。でこの辺にもちょっとこう細かいこう、ことぶき屋さんなもんで非常にこう細かい部品がたくさん入ってまして、こういう肌色や白、あとオレンジなどのこういう細かい部品がたくさん入ってます。あとはこの辺にはこう多分これも素体の方に使うものだと思うんですけども、こういったちょっとグレーのパーツや、こちらはメカの方の部品ですね。あとこう手首のジョイント部品がたくさん入ってます。あとこちらの方には一部こうプリント済みのパーツが入ってまして、この腰回りやお腹などの部分ですね。これが入ってます。さらにはこちらにもこの胸とか、あとお腹のところ、あとこの台座のパーツや、頭の部分のこの耳とかがつくこうところが入ってまして、あとこちらにも関節系の部品とか、ジョイント系の部品が入っています。あとはこれが、手首の、部品になりますので、これでこうポージングとか、あと武器を持たせたりするときに使います。あとこちらがプリント済みのフェイスパーツになってます。これが一応3種類、入ってまして、でちょっと非常になんか細かいこうちっちゃい部品も入ってますから、割とこう作り込みがこうすごいですね。であとこういった、水転写シールも入ってまして、こちらには瞳デカールも入ってますから、オリジナルの、こうフェイスのデザインをすることもできます。で次に、ご紹介しますのが、こちらですね。同じくことぶき屋さんの方から発売になります。こちらの方は女神デバイスシリーズのアスラ9兵の、絆になります。こちらの方は価格が税込み5280円になります。こちらは以前発売になってました9兵のモデルをですね、新しいボディの方に、作り替えて、再発売した商品になっています。でこちらの方がメーカーで組み立て完成させた、写真になりまして、こちらの素体モードというのがありまして、あと武装モードというのがあります。それで、あとこの新ボディに合わせたこうジョイントパーツが入ってまして、それで前作出てましたこのアスラ9兵の、装備品がこちらの方にも取り付けるが可能になっています。あとこれが色を塗らなくても、そのまま作っただけでここまでのカラー再現度になっています。あとはこのプリント済みフェイスパーツが2種類と、あとこうデカール対応のフェイスパーツが1つ入ってまして、あとデカールシールもあります。
で中に入っている、部品の方がこちらになります。こちらのまず、白いこうまずこれが手足とかのこの、素体の部品が入ってまして、で次にこの辺があのこう肌色のこの足とか手とか頭とかの、部品と、あとこの、ボディとか足の部分の白い部品が入ってます。でこちらにはあの体とか腰回りなどの黒い部品と、あとこう部分的に見えるこう赤いところと、あとこの区内の、武器の部品が入ってます。でここのところには、肌色のジョイントパーツ系がありまして、でこれ専用の台座がついています。あとこの辺には装備品の白いあのこう部品が入ったり、あとこのジョイント系のパーツですね。それとこちらにはあのこう髪の毛の、部品と、あとこの辺は手首ジョイントの、部品です。でこれがそのいろいろな、ポーディングに合わせて使える、手首のパーツになってますので、まあ、この辺をこう組み替えていくことにより武器を持ったりすることができます。でこちらの方には、プリント済みのフェイスパーツが、まず2種類ありまして、あとこのデカール対応のフェイスパーツが1つあります。そしてこちらの方がその、デカールシールになっています。で次に、ご紹介しますのはこちらになります。こちらはですね、青島の、バリアブルファイターガールシリーズの、マクロスデルタ、VF31J のジーグフリードフレイヤビヨンになります。こちらは価格が税込み 12,320 円です。こちらはですね、今あのこの青島の方であのワルキューレのキャラクターをこう全員こう出すとい う, こうプロジェクトをやってまして、それの第2弾になります。前回は、マキナが出まして、今回はフレイヤの、モデルになっています。こちらの方はですね、この美少女フィギュアとこの、ジークフリードとい う, こうマシンをですねこう使った、こうモデルになってまして、まあ、イメージとしてはこちらの方の、まず写真を見ていただきたいんですけども、まずこのファイターモードという状態ができます。あとはこのガオーク状態で、この上のところにフレイヤーがこう、乗るような形ができます。さらには、バトロイドモードで、ちょうどこのフレイヤーを中心にですね、この、マシンのジークフリードの方をこう、パワードスーツ的にこうまとった状態ができます。さらには、フレイヤーはこう単独で、使うことができ、フライングボードとかにも乗せることができます。あとはいろいろな各種、シールやデカールがあり、こうプリント済みのフェイスパーツも2種類と、あとデカール対応のフェイスパーツも3種類ついています。で、あとは、まあ、そうですね、あと次に、中の、部品を、見ていきますけれども、これも結構たくさん、部品がありまして、ちょっと結構こういうねクリアの部品とか、明るいオレンジとか、このこれは髪の毛のですねオレンジ色の部分のパーツがあったりとか、あとこの辺はフレイヤーのこの、ボディのところの足だと思うんですけど、ここは一部ちょっとこうプリント済みになってます。でここにもこうクリアーパーツで、これは多分キャノピーの部分の部品とか、ちょっと細かい、取り付けパーツのこうクリアー部品があったり、あとこの辺はフレイヤーのこの手首パーツで、これもすごいたくさん、種類が入っています。こちらはじゃ今度はジークフリードの機体の方で、まあ、羽の部分とか、機体の部分などが入ってまして、まあ、あと、これが尾翼とかにもなると思います。さらにこちらは、黒い部品ですが、これも多分ジークフリードの方に使う部品になると思います。あとこれが、これはフレイヤーの素体パーツ、まあ、こうプリントしてる部分とかありますし、他のちょっとこう、パーツなどもあります。そしてこちらの方があのこのフェイスパーツになってまして、これ2つあのこうプリント済みがありまして、あと4つこう自分でこう表情付けができるあのこう部品が入ってます。1つちょっと口だけねこう、プリントされてるものもあります。あとこちらも、フレイヤーのこう、素体パーツになってるんですけど、この辺は主にこうボディとか足とかになってるんですが、ここもそうですね、塗装がちゃんとこうプリントがこうされてまして、この細かい、カラーリングが分かれています。結構こういうところがすごくこう綺麗に仕上げられていますね。そしてこの辺は、まあ、この肌色のこのフレイヤーのこの肌の部分や、あとこの手首のジョイントパーツが入ってまして、でこの辺は、まあ、ジークフリード系のこのオレンジ色の部品と、まあ、赤い部品があります。まあ、ちょっとこのね V がどの辺かが、まあ、分かんないんですけど、まあ、この辺はちょっと尖ってるから騎士とか、まあ、足とかだとは思うんですけれども、そしてあとこの辺は、まあ、メカ関係のこの黒い部品で、まあ、この辺には手首なども入っていますね。でこの辺もこうメカ関係のジークフリードのこの黒いパーツになってます。あとこの辺は、まあ、これもジークフリードの足の多分ハッチの部分だと思うんですけど、あとはこの羽の部分の部品が入ってまして、でここにはあのこのフライングボードの部品と、あとこの専用のこの台座なども入っています。
で、こちらにもちょっとこうプリント済みのこの、これは腰回りの部品ですね。こういったのも、プレイヤーの部品が入ってます。あとここに、こういろいろこう、カラフルなこのキラキラしたシールなども入ってまして、ちょっとこの中にですね、多分あの水転写シールなども、こちらはグッドスマイルカンパニーモデロイドの、新製品になります。ガンパレードパーチに、登場します、シコン号の、福田型です。こちらは税込み、5900円です。こちらはですね、あのガンパレードマーチに、登場しますこのシコン号の福田型になってまして、後ろのところにはこの大きなこうミサイルポットが、装備されています。こちらはですね、あの主人公の、多分早見と舞がこう登場してたあのモデルになると思います。そしてですね、こちらの方が、まあ、各、まあ、装備などの、ちょっと説明になるんですが、まあ、基本的にですね、モデロイドシリーズは、カラープラスチック使ってますので、組み立てればほぼこれに近い、あの、イメージで作れると思います。で、武器としてはですね、こういう、まあ、アサルトライフルとか、あとバズーカ、あと刀とか、あとこの、ライフルですね、こういったものが、ついてまして、あと、この後ろのこのミサイルポットのところのミサイル配置は、あの、開閉が、できるようになってますので、劇中の、こう戦闘シーンなどをこう再現することができます。次にご紹介しますのが、こちらですね。こちらの方はあの長谷川の、新製品になります。こちらの方はランチアデルタ HF インテグラーレ、16V の、24分の1スケールモデルになります。こちら価格が、税込み3520円です。こちらの方はですね、あのこうモータースポーツに、使用するこのランチアデルタのホモロゲーションを取るために、作られたあのモデルになっています。ちょっとね、横の写真はですね、実写の写真になってますけれども、こちらのようなあのこのイメージのこうプラモデルが作れるようになっています。で、中に入っているパーツがこちらになります。まずはこのボディの方ですけれども、こちらはもう最初にパッケージと同じようにこう赤いあのこう成形色になってます。で、フロントのボンネットの、ね、スリットなどもすごい細かくこうちゃんと穴が開いています。で、こちらの方にはあの窓やこうライトレンズなどのこのクリア部品とタイヤとポリキャップが入っていまして、で、あとこのこう袋の中にはまあホイールやシャーシ、あとこうインテリア関係、あとこの辺にはまあ足回りやドライブトレインなどの部品が一通り入っています。で、あとこちらの方があのデカールシールになってまして、でここにはまあ内装の部分やこうナンバーなどのシールが入っています。こちらは長谷川の新製品です。24分の1スケールのベネトン B190B の1991年カラーです。こちらのモデルはですね、あのオズホイールとあとピレリタイヤ仕様になったあのこのベネトンの1991年のモデルを再現したものになってまして、でこれがメーカーで組み立てした写真です。まあ、このベネトンですけれどもね、まあ、ちょっとだんだんこうカラーリングの方がですねこう変わっていきまして、こちらのモデルとしてはね、こう本体があの黄色で、このサイドの部分が青で、ちょっとこのねノーズのところに緑が入ったカラーリングのモデルになっています。で、こちら価格が税込み3740円です。それで中に入っている部品がこちらになります。まあ、これちょっと一袋にまとまっちゃってるんですけど、まずここにカウルの部分ですね、あとここにノーズの部分が入って、あ、コックピットの部分が入ってまして、ここにノーズがあります。あとリアウィングなどがあり、あとここにホイールなども入っています。あとちょっとこっちの裏になると、このシャーシとか、まあ、中のこの、機械類とか足回りなどの部品や、ちょっとこう排気管など、あとシートとかもここに入っています。そしてあとこちらの方には、タイヤですね、これとポリキャップが入っています。そして、こちらの方に、デカールシールが入ってます。で、あとここに、タイヤのところに貼るこう、ピレリのこのロゴのマークなどが入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらはですね、これは青島の、再入荷品になります。こちらの方は、シルブレイクのハイエースです。こちらの方は価格が税込み3080円です。こちらはあの、青島再入荷品になるんですけれども、このシルブレイク の, あのこうショップチューンになってますハイエースをプラモ化したものになります。で、こちらがメーカーでこう完成させた、モデルになってますけど、まあ、このすごく、ね、こう四角いタイプ の, このハイエースのモデルになってまして、で中の、部品がこちらになります。まずですね、これ大き、まあ、一番大きなこのボディーパーツが入ってまして、後ろのこうハッチなどはこう別パーツになっています。そしてこのフロントのこのエアロとか、あとこのリアだと思うんですけどね、このエアロパーツがあって、ここにももう一つちょっとこう、エアロパーツが入っています。で、ここにはこう窓の部分やライト類のクリア部品が入ってます。あとこの、サイドと後ろ の,、あの窓の部分はこのスモークのかかった、部品になってまして、で、さらにここにはグリルのメッキパーツやライト類のメッキパーツ、あとこの辺にもちょっとこのねグリル関係の部品が入ってまして、で、ここにリアハッチやワイパーなどが入っています。
こちらには非常にこう綺麗で台形なこの、ホイールと、あとシャーシや足回り関係のこう部品が入ってます。でここにもさらにこうメッキパーツが何点かこう入ってまして、あとこの、サイドの部分なのかな、この、モールの部分とかが入ってます。でここには、こう室内の、インテリアパーツ関係で、まあこういう、ステアリングやあのシートなどが入っており、あとタイヤとかも入ってます。こちらの方には、あの、水転車シールと、あと、窓枠の、塗り分け用の、マスキングシートが入っています。で次に、ご紹介しますのが、こちらがですね、青島の再入荷品になります。ファブレスの、セルシオの、こちらが03年仕様になってます。こちら価格が税込み、3080円です。こちらもですね、ザ・チューンドカーシリーズの、このメーカーチューンのこの、モデルを再現したプラモデルキットになってます。でこちらの方がですね、メーカーで完成させた、写真になってまして、まあ、非常にこう台形で、台形ホイールに薄いタイヤがはまっています。で中に入っている部品が、こちらになります。まずはですね、この窓関係やライト関係のこの、透明の部品になりまして、で次にはこれがボディーパーツになってます。そして、この辺には、まあ、フロントとか、このリアにつけるこの、エアロ部品が入ってまして、あと、このフロントのライト類とかに使うこのメッキ部品やこのグリルの部品が入ってます。あと、この辺にサイドのこうパーツなどが入ってまして、でこの辺は足回りや駆動系のこう部品と、あとマフラーですね。あとタイヤも入っています。あと、こちらの方には、シャーシとテールランプの、クリアレッドのパーツがあります。でこちらに、メッキのこの台形のホイールと、あとこうドアミラーや、あとこの中のこのインテリア関係のパーツが入ってまして、まあシートや、あとこうドアの内張り、あとステアリングなどが入ってます。あとこちらに、こう水転車シールや、あとこう紙ヤスリ、あと窓枠用のあのマスキングシートが入っています。で次にご紹介しますのが、こちらになります。こちらはですね、まあ、こちらも、富士見の、再入荷品になります。こちらの方は、あの、一躍ディスクシリーズの、スプーンシビックになります。こちらは価格が税込み3300円になります。ちょっとこちらの方ですね、あ、これは完成写真がごめんなさい、なかったんですけど、ちょっとこうね、あの、こう黒いこうボンネットや、あの、このエアロパーツなどが付いたちょっとレーシングタイプになっています。中に入っている部品が、こちらになりまして、まずこれゴムタイヤがここに入ってます。で、こちらの方がボディーパーツになってまして、ボディーはこの成形色からこう黄色い、あのこうカラーリングのものになっています。あとはこの、窓などの、こう透明の部品と、あとこの辺にはこれ、ドアミラーがついてますね。でここにはあの内装の部品でシートや、ステアリングホイール、あとインパネやホイールですね、あとこのエアロ部品がついてまして、でここには、まあ、内装関係の部品がここにも入ってますね。でここにもなんかちょっとこう、インパネの部分の違う種類のが2種類ぐらい入ってます。でここにはこれはホイールです。あとここには、まあ、シャーシや足回り関係、まあ、シートなども入ってまして、あと、専用 の, あ の, この水洗車シールと、あとこの、ボンネットに貼るこのカーボンタイプのシールが入っています。こちらも富士見の再生産品になります。こちら24分の1のレクサス LS460L の、後部セパレートシートパッケージです。こちらは価格が、税込み、3080円になります。レクサスのモデルはですね、なかなかちょっとこう出てなくて、富士見がまあ今一生懸命いろいろこう種類出してるんですが、今回はですね、この LS460 の方が入荷しております。でこちらがですね、メーカーで組み立てしたあの完成写真になってまして、まあ、非常にこう細かく、精密に作られています。中のパーツがこちらになります。まずはですね、こういった、窓とか、あとライト類の透明部品が入ってまして、あとこうテールランプなどのこの、クリアレッドのパーツがあります。でこちらの方が、ボディーパーツになってまして、まあ、結構やっぱり大きい、ボディーですね。でフロントやリアの部分はこうやって別部品として、付けるようになっています。でこちらには、メッキのこうホイールが入ってまして、あとこの、ライトやグリルなどのこのメッキ部品と、こちらの方にもちょっとこうライト関係のこのメッキ部品があります。そしてこちらにはゴムタイヤが入ってます。そしてこちらの方には、まあ、足回りとかのこの部品ですね、ブレーキなども入ってますし、まあ、ワイパーやあとこの、フロントマスクとリアバンパー、あとサイドモールの部分などがありまして、でこちらの方には主にこうインテリア関係ですね、内装の
方とか、シート、あとドアの内張りやこのインパネの部分などが入ってます。でこちらにはあのシャーシと、あとこのマフラーや、あとこのステアリング関係の部品が入ってまして、でこちらが、水転車シールと、あと、窓枠のこの塗り分け用の、マスキングシートがついてます。で次に、ご紹介しますのが、こちらですね。こちらも、富士見の、再入荷品になります。こちらの方は、フルワークスの、オーパーフェンダー付きの、マツダサバンナ GT の、後期型のレーシングタイプになってます。こちらは価格が税込み、4400円です。こちらの方はですね、結構こう馴染みのあるこのカラーリングのこの、黄色いボディに緑色のこのラインが入ったレーシングタイプの、サバンナ GT になります。で、こちらが、こちらちょっとね、完成写真なかったですけど、これ、まあ、デカールシールはですね、このようにこう入ってまして、緑色のラインのところはデカールで再現ができるようになってます。で、中に入っているパーツが、こちらになります。まずこちらの方が、まあ、ボディですね。まあ、ちょっとかなり、まあ、まあ、コンパクトに見えますね、この、コロのボディですから。で、あとは、こちらの方には、こう、バンパーのこのメッキパーツなどがありまして、あとこの、窓やライト類の、クリア部品と、あとこちらの方は、ドアの内張りや、あとこの、内装パーツ、あとこのインパネの部分などと、あと足回りが入ってます。でこちらには、大型のこのオーバーフェンダーや、まあ、チンスポイラーなどがついてまして、でこちらの方が、こう、フロントマスクや、あとこのフェンダーミラー、あとこの、かなりこう、外側に出ました、このこうメッキタイプのホイール、それにつけるこの、太めのゴムタイヤですね。でこちらには、まあ、シャーシやあとシート、足回り関係のこう部品が入ってまして、でこのこうレーシングタイプのこの大判の、デカールと、あと細かいこう、ナンバーリングの、デカールが入っています。こちらも長谷川の新製品になります。72分の1スケールの、UH80J 海上自衛隊の厚木救難、飛行隊になります。こちらは価格が税込み4180円です。こちらのモデルはですね、この救難カラーのこの、白とオレンジに、なったこうモデルを再現したプラモデルキットになっています。中に入っている、部品の方が、こちらになります。まずはですね、このキャノピーなどにこう使ってます、この透明部品などと、あとちょっとこういったね、ホワイトメタルで作った部品なども入っています。で、こちらの方には、まあ、その他に全て使う部品が入ってまして、機体やこの横のこのサイドのドアですね。で、この尾翼の部分が入ったりとか、あとこの内装の部分、あとこの辺にはプロペラとか、あとこの燃料タンクなどの、部品が入ってまして、で、こちらの方が、このプラモデル専用の水転車シールになります。そして、次にご紹介しますのが、こちらの方もですね、ちょっと これは寿屋の、再入荷品になりますけれども、こちらの方が、モデリングサポートグッズシリーズの、ウェポンユニットサムライマスターソードです。こちら価格が税込み1100円です。こちらのモデルはですね、汎用性が高い、こう、剣の、こう、オプションパーツになってまして、こちらのところにですね、ちょっと使用例がありますけれども、いろいろこのね、部品の方を組み替えることによって、形を変えて使うことができます。で、このね、刀の方はですね、鞘の部分になっているところにも、こう、はまるようになってまして、この鞘自体も、こう、大きな剣として、こう、再現ができるようになってますので、まあ、こういったロボットや、あと、美少女プラモデルなどに、こう、幅広く使える汎用部品になっています。で次にご紹介しますのも、こちらも、寿屋の再入荷品になります、モデリングサポートグッズのウェポンユニットインパクトナックルです。こちらも価格税込み、1100円です。こちらのモデルはですね、こう手に装着しまして、こう、なんて言ったらね、これで、こう、相手をこう、殴るときにバンとこう、せり出して、やる、こう、武器ですね。それでさらに、こっちの方になると、この、スパイクタイプ、どちらかこう、選択して作れるようになります。こちらの方もですね、こうロボットやこう美少女プラモデル系に幅広く使えるこうカスタム部品になっています。次は、キャラクター商品になります。こちらがバンダイの、タイニーセッションシリーズの、YF19、イサム大尊機に、ミュンファンロンの、フィギュアが付いたセットになっています。こちらは税込み価格が5500円です。こちらのモデルはですね、こうディフォルメサイズになりました、この YF19 のこうバルキリーのモデルですが、これがですね、組み替えでちゃんとこう変形ができるようになっておりまして、こちらのようにファイター状態、あとガオーク状態、あとこうバトロイド状態とできるようになってます。あと専用の台座がついてますので、こちらの方でこう飾ることができまして、でこの、ミュンのフィギュアですね、こちらの方はガオーク状態にコックピットのところに乗せたりとか、あとバトロイドの時にこう手のひらの上に乗せたりすることができます。で中に入っている、この、機体がまずこちらになります。
こちらの方はですね、このファイター状態になってるんですけれども、まあ、これをですね、こう組み替えることにより3形態の変形が可能になってます。一応こうね、裏面がこのような感じになってまして、あとまあ、この細かく見ていくと、これが前側でして、これがこう後ろ側ですね。そして、この付属の方の部品でですね、こういった頭部部品や、あとこの手の平部品、あとこのガンポットなどが入ってまして、あとここにこうミュンのフィギュアとかが入ってますので、こういうのを使えるようになってます。あとね、前回でこう入りました、同じタイニーセッションの VF19 回のこうファイアーバルキリーとこうネッキバサラのフィギュアセットもありますので、ぜひこちらの方も合わせてご購入をお願いいたします。あとこちらですね、こちらはグッドスマイルカンパニーのシリーズになります。ネンドロイドシリーズの推しの子に登場します愛の、フィギュアになります。こちらは価格が税込み6500円です。こちらのモデルはですね、こうちょっとこうディフォルメをされましたこの、フィギュアを出してますこのブランドになってるんですけども、いろいろで部品を変えることによってこう表情を変えたりとかポージングを変えたりして遊ぶことができます。で、中に入っている、フィギュアがちょっとこちらの方になってまして、ちょっとこれがですね、まあ、色移り防止用にちょっとこうビニールシートが入っちゃってますので、ちょっとこう見づらい部分もあるかもしれませんけれども、非常に細かくこう彩色されました、この、こうフィギュアになってまして、こういった髪の毛の部分のこうグラデーションとか、こう衣装ですね、そういったところの、こう、飾りとか、カラーリング、あとはこのね、特徴的なこの、星の子輝きをしている瞳ですね、こういったところも、こう綺麗に再現がされています。あとですね、こちらに合わせまして、このようなこう付属品が入ってます。まあ、このね、片目をつぶった、この、フェイスパーツと、あと両目を、つぶって、こう、頬にこう大きなチークが入ったものや、あとこう腕をですね、こう変えたり、足、これが、あ、ごめんなさい、これは足ですけど、足をこう、折り曲げて、こう上げたりとか、ありますし、あとこの両手でですね、こう、ハートマークを作った、こう、ポージングなども、できるようになっています。次は鉄道模型になります。こちらがトミックスの N ゲージ、型番が、97960の、国鉄113系、700系、近郊電車、祝湖西線開通、50周年セットの、8両セットになります。こちらは、価格が税込み38,500円になります。こちらはトミックスの、特別企画品として発売された、商品となります。湖西線がですね、京都府の山科駅から、滋賀県の、近衛塩津駅までを結ぶ、路線で、開通してからこう50周年を記念しまして、発売されました。走行を開始しましたこう車両の方を、モデル化したものになっています。で、中に入っている、電車がこちらになりまして、こう俗にこう湘南色の、カラーリングの、8両セットになっています。これだけたくさんありますと非常にこう、迫力がありますし、つなぐとたくさん走りますから、見ててもこう楽しいと思います。で、こちらの方がですね、ちょっと車両一部出していきますけれども、こちらの方が、先頭車両になってまして、こちらの、俗にこう湘南色のこの緑色とオレンジの色ですね。こちらの方が非常にこう綺麗な、カラーリングになっています。で、こちらの方にですね、この、付属してます、このヘッドプレートですね。ヘッドマークの方を取り付けることによって、先ほどのこうイラストのようなこう状態ができるようになります。そしてですね、あとこちらの、方がですね、モーター車両になってますので、こちらの方にはですね、パンタグラフもついてまして、この下のここの部分にですね、モーターが入ってますから、こちらの方で牽引して走るようになります。で、次に、ご紹介しますのが、こちらになります。ですね、はい、こちらが、よいしょ、電気機関車になります。こちらの方が、トミックスの、JREF210 の、300型電気機関車の新鶴見機関区になります。こちらは価格が税込み9240円になります。こちらの方はですね、この電気機関車になってますから、この本体単独でこう走らせることができます。カラーリング的にはですね、このよくあるこのこうブルーのカラーリングに、こう横に大きくこう、桃太郎という字と、この、桃太郎のこうイラストが入っています。で、ボディの方にはですね、このブルーの他にもこの黄色いこうラインがこう走っておりまして、で、この前の部分はですね、ちょっとこう黒い、このヘッドにこの白い、枠が入ってまして、ここにこのライトの部分が来るような形になってます。で、こちらの方が逆側の、カラーリングになってまして、こちらも、後ろ側の方ですね。で、こうパンタグラフの方がこう、シングルパンタグラフになってまして、こちらも非常に細く、精密に作られています。次に、ご紹介しますのが、こちらになります。こちらの方がですね、トミックスの、7163の、JREF510 の300型の、電気機関車の301号車です。こちらは価格が税込み、8580円です。こちらのモデルはですね、このすごいこう、なんていうんですかね、こう綺麗なシルバーのカラーリングになってまして、横のところのね、この、
文字のところにね、大きくレッドサンダーというこう文字が入ってます。さらにこの下の部分にはですね、赤とこの濃い青のこうラインが入ってまして、そしてこのヘッドの部分ですね、こちらにも、ここから青赤のラインが入っており、このライトのこの枠の部分にもこのちょっと青いラインが入っています。でこちらの方が逆側で、まあ、同じくこのレッドサンダーのこうロゴが入っています。でこちらが、反対側になりまして、で上のところにもこちらもシングル、タイプのこうパンタグラフで、非常にこう金属製で細く精密に作られていますし、屋根の上のこの配線などもですね、非常に細かく、再現されています。で次に、ご紹介しますのが、こちらの方はあのこうトミックスのストラクチャーになります。こちらの方は型番が、4054番の大型ビルブラウンです。価格が、税込み、4180円です。こちらのモデルはですね、よくこう駅前などにある大型こうビルをあのこのイメージしました商品になってまして、こう今作っているこうレイアウトなどに合わせてお使いいただきたいと思います。でですね、こういった、まあ、一応こちらが前側で、これが裏側後ろ側になってまして、さらにはあのこちらの方にも一部こう、紹介がありますけれども、まあ屋根、このね、屋上の部分にはですね、この窓拭き用のこのゴンドラなどもついてまして、これをこう動かす、レールなどもついています。さらには中のこの、エスカレーターですね、こういったところやエレベーターなどもこう非常にこう細かく再現されていまして、あとビル自体はですね、こう2つ連結してあの使うこともでき、あと別売りのこのね、渡り廊下とかつければあの2個のこの、ビルをつなぐこともできます。こちらは、トミーテックの、商品になります。鉄道コレクションシリーズの、京阪電車、O2 線700型の、響けユーフォニアムラッピング電車、20232両セットです。こちらは価格が、6160円です。こちらの方はですね、こう人気のアニメの、輝けユーフォニアムの、キャラクターをこう、デザインしましたラッピング、電車の、2両セットになっています。こちらの方はですね、ちょっとこう、まずこの表面のこのカラーリングとですね、それとちょっとこの裏の方がなんですけれどもね、ちょっとまたあのこの、表とですね、この裏の方がちょっとこの色合いがまたこう変わってまして、ちょっとこう左右でこうデザインが違う、電車になっています。こちらの方はですね、あのこう別売りのあの動力ユニットとか、あのこう走行用パーツを使用することにより、あの N ゲージのレールの上をこう走らすこともできる、商品になっています。で次にご紹介しますのがこちらになります。こちらの方はですね、トミーテックの、バスコレクションになります。近鉄バスの、三菱ふそエアロキングの、7902号車になります。こちらは価格が、税込み3300円です。こちらはですね、こう2階建ての大型のこうバスになってまして、こう緑色のこのちょっとこう、こう濃い色とこの、ペパーミントグリーンのカラーリングと白のカラーリングになった、バスになってまして、後ろのタイヤの方がこう二軸になっているモデルになっています。今度は、ミニカーのご紹介になります。こちらは、イグニッションの18分の1スケールの日産フェアリディ Z-S30 のスターロード、ガンメタです。価格は税込み42,350 円になります。こちらのモデルはレジン製の、18分のスケールのミニカーになります。非常にですね、レジン製ということもあり、あのエッジがこう綺麗に出るのがこういったレジン製のモデルの特徴になります。こちらはですね、スターロードというあのこうチューンショップの、方でこう製作されましたこう、車になってまして、このですね、エアロパーツとか、が非常にこう精密にこうちゃんとこう成形されておりまして、さらにこのですね、あのフロントグリルの、こうところがですね、この金属のこの、ラインでちゃんとこうカバーしてありまして、さらにはその奥のこうクーラーのね、パーツがこう細かくこうちゃんとこう再現されているところがそうです。でヘッドライトのところがですね、こう多分こう今風のこのライトになってまして、 LED 級のタイプだと思うんですが、これがこう4つのこう LED 級がこうはまったよタイプ のこうライトになってます。さらにはこの、オーバーフェンダーも非常にこう大きく張り出し、もうタイヤとこうスレスレぐらいなあの形状になってます。でホイールの方もですね、綺麗なこの、メッキのホイールにこう、ワイヤースポークのこの、ホイールになってまして、こうサイドのこのドアミラーなどもしっかりこうカーボンカラーでこう、再現されているのが分かりますでしょうか。これがこういったちゃんとこうカーボン目が見えます。でドアノブなどもこうメッキパーツで綺麗になってます。でリアにもこう大きく張り出したフェンダーがついてまして、あのフカリムのこうホイールに、まあ、メッシュのこう、スポークがはまっています。でテールの方がこちらになりまして、テールの方もですね、ここのマフラーが出てる部分のところがちゃんとこうメッシュでこう覆われてまして、こうフロントにあリアにはこうどうだリアにはこうチンプスポイラーなどもついています。そしてですね、こちらの方があの逆のこう、左側になっていきます。そしてですね、こう、まあ、こちらの方が上になりますけれども、フロントガラスには大きくこうスターロードというロゴが入っておりまして、ワイパーはこう立てた状態
になってます。室内の方はですね、黒のこうカラーリング一色で非常にこの落ち着いた、カラーリングになっておりまして、で後ろの方ですね、このハッチバックの部分の中を覗くとですね、こう奥のところにこういった、こう なんですかね、こうタンクのようなこの部品がこのメッキパーツになってこう搭載されていまして、ちょっとこういったあの中までが非常に細かくこう再現された、18分の1の、ミニカーになります。で次に、ご紹介しますのが、こちらになります。こちらはですね、こう、トミーテックの、新製品になります。トミカリミテッドシリーズの、日本車の時代あのボリューム18のマツダ RX7 のスピリット R、2012年式になります。こちらの方は、税込みで4180円です。こちらはですね、あのこう、色がですね、ちょっとこうシルバーのこうちょっと粗いあのこの粒子のこうモデルになってまして、で非常にこう細かくこの、リミテッドシリーズは車の方を再現しています。まずこちらが右側になりまして、こちらが後ろです。でこちらが左側になりまして、こちらが正面になります。で、まあ、こちらが上で、あとこれがシャーシの方になって、シャーシの方も非常にこう細かくこうモールドとして、成形されています。さらにはですね、ちょっとこれ、こうボンネットの部分がですね、ちょっとこう開くようになってまして、ちょっとこう、よいしょと。で、ボンネットが開きまして、こう中のこのエンジン、ロータリーエンジンの方が、ちょっとこう、再現されてまして、さらには、これにですね、こう、入れます。こういった、ちょっとこのビニール袋に入っちゃってるので、こう反射しちゃうかもしれないですけど、ちゃんとこのロゴの入ったエンジンカバーもこう取り付けられるようになっています。で次にご紹介しますのが、こちらになります。はい、よいしょ。はい。こちらの方も、トミーテックの、あの新製品になります。64分の1スケールの、日産 GTR、プレミアムエディションの T スペック2021年モデルです。こちらはカラーリングがこうちょっとブラックに見えるんですけれども、実際はちょっとこの、ね、ラメのようなあのこの粒子が入ってまして、ちょっとこう光をこう当てますと若干この色合いがですね、黒から緑色にこう変わるのが、わかりますでしょうか。この辺がちょっと今緑色にちょっとテカってますよね。こういうふうにこのラメの粒子の作用だとは思うんですけれども、こうやってちょっと黒っぽい色からあのこの、緑のこの、カラーリングにこう見えるような特別な塗装がされています。一応こちらの方が、前側になりまして、でこちらが、右側です。でホイールの方がゴールドで、9本スポークのホイールにはまっていまして、でこちらが後ろになります。でこちらが、左になります。でここが、上で、こちらが、後ろになりまして、こういったシャーシもきっちり作ってありまして、こちらにはドアミラーなどもね、ちっちゃいですけど、ちゃんとこうくっついてます。そして次にご紹介しますのが、こちらですね。でこちらの方が、よいしょ。こちらも、トミカリミテッドの、ヴィンテージの新製品になります。日産 GTR のプレミアムエディション T スペック2024年、モデルの、ミレニアムジェイドになります。こちらも価格、4290円です。でこちらのモデルはですね、よくこう、ありますこう代表的なカラーリングのこのミレニアムジェイドをこうしっかり再現しましたあのこうカラーリングになっています。こちらの方が、後ろに、前になりまして、こちらが右側です。こちらもあのホイールは、9本スポークのゴールドのホイールが入っています。で、こちらの方が、後ろになりまして、こちらが、左です。こちらが、上で、こちらがシャーシになってて、こっちもシャーシの方も細かくこうモールドがされています。こちらもトミテックの、トミカリミテッドヴィンテージシリーズになります。こちらは、日産ローレルツインカム 24V、メダリストの、緑の89年式です。こちらの方は価格が、税込み3410円です。まずこちらのもですね、ちょっとこう細かく見ていこうと思いますけど、こちらがフロントになります。でこちらが、右側です。でこちらが、後ろで、こちらが左側です。でこちらが上になりまして、こう緑色といいますが、ちょっとこうメタリック調になっている、緑色になってます。そしてこちらが後ろの、下のシャーシですね。でマフラーとかがシルバーで塗られてまして、で室内の方がですね、ちょっとこうベージュでちょっとこう、色をこう抑えたような感じの、室内になってます。で次にご紹介しますのが、こちらになります。こちらの方がですね、同じくトミカリミテッドヴィンテージシリーズになります。日産ローレルメダリストの、紺色の、91年式です。こちら税込み価格が、3410円です。で、こちらの方もちょっと全体を見ていくかと思いますけど、こちらがフロントで、こちらが左側です。あ、右側です。で、こちらが後ろで、こちらが左側です。で、こちらが上になります。こちらもちょっと紺色と言われるにはもう少し明るい感じになりまして、こちらもちょっとメタリックが入っています。そして、こちらが、シャーシの方になってまして、これもマフラーがシルバーになってます。で、こちらの方の内装はですね、このライトグレーで一色で落ち着いた感じになっています。で、次にご紹介しますのが、こちらになります。
こちらの方が、トミカリミテッドヴィンテージシリーズになります。日産スカイライン 2000GT の、白で、74年式です。こちらの方は価格が税込み、3300円です。でこちらの方ですね、もう細かく見ていきますけど、こちらが、前側です。フロントのこうライトが丸め2灯タイプになってまして、でこちらが、右側ですね。でこちらが、後ろです。でこちらが、左側です。でこちらがこう上になって、でこちらがシャーシの方ですね。これもマフラーの出口の方がシルバーになってます。で内装の方はこう黒一色で、 こう、まあ、このぐらい時のこの年代だとこういう黒一色っていうのは結構多かったですよね。そして次にご紹介しますのが、こちらになります。こちらの方がですね、同じくトミカリミテッドヴィンテージシリーズの、日産スカイライン 2000GT の、パトロールカー、警視庁の、76年式になります。こちらは価格が税込み3630円です。こちらの方はですね、パトカーカラーになってまして、結構こうしっかりこの、黒と白の色分けがされています。でこちらの方が、前になりまして、こちらも丸め4灯のタイプになってまして、こちらが、横になります。こちらにはあのしっかりこう警視庁の文字が、描かれていますね。でこちらが後ろになります。でこちらが、右側です。でこちらが上になります。でここにはですね、この、パトランプと、あとか、この、拡声器の方がついてまして、このボン、後ろのこの、トランクの上にも警視庁のロゴが入っています。でこちらの方が裏になりまして、こちらも、マフラーの出口が、シルバーになってます。で内装はこう黒一色になってます。で次にご紹介しますのは、こちらになります。こちらの方はですね、ターンマックスの、64分の1スケールのバーテックス日産シルビア S15、ホワイトメタリックで、価格の方が、2860円になってます。こちらは、まあ、カラーリングが白一色のタイプになってます。でこちらが次にご紹介しますのが、ミニ GT の64分の1スケールの、アストンマーチンバルキリーのサンバーストイエローです。こちらの方は、価格が、2420円です。ちょっとこうね、なかなかこうアストンマーチンでこういったレーシングカーっぽいあのこうスポーツカーがあったのがこう、ちょっと意外でした。そして次に、ご紹介しますのがこちらですね。こちらの方は、同じくミニ GT の、64分の1スケール、パンデム日産 Z パッションレッドになります。こちらは価格が、税込み2200円です。こちらはパンデム仕様 のフェアリディ Z をあのこうモデル化したものになります。以上が、本日入荷しました、あの品物になりますので、ぜひお客様のご来店お待ちしております。入荷した商品はどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。